青コーナーよりダブルJ アイアムど真ん中石井智弘入場。さあど真ん中を突き進むこの男、石井智弘が入場してまいります。赤コーナーより新日本プロレス喧嘩上等、俺がストロングスタイルだ、柴田勝頼入場。マスクを脱いだ魔界の若獅子柴田勝頼が入ってまいりました。石井行け、柴田シングルマッチ短10分日本勝負を行います。青コーナーダブル J 石井172センチ91キロ、石井智弘、石井赤コーナー新日本プロレス柴田183センチ103キロ、柴田勝頼、レフリーレッドシューズ運動。さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ボディースラムで投げてまいります。掴みます、切り返します。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。リング内に戻ります、ガードします、走り込んでのエルボー、ローを打ち込みます、そのまま倒してまいります、外してまいります、組み合います、投げてまいります。高周波数の音が館内に響きます。ロックアップ。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。あっとキャッチした、あっとそのまま倒します。ランニングしたらエルボー、膝を殺してまいります。ど真ん中の星を目指して今夜もスパークしてまいります。成長著しい角火山が目指すのは究極のストロングスタイル。ヤングマグマはダブル J を熱く燃やします。掴んだ、勝ち上げ式で打ってまいります。組みに行きます、フライングメイヤーで倒します。
ゴツゴツした鈍い音が響きます。抱えます。させません。乾いた音が館内に響きます。逆に返します。立ってまいります。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。後ろ回し蹴り。ローキック。あっと逆に捉えた。後頭部円陣。リング下に降ります。リング下に降ります。行くのか。逆に倒します。スタンディングを取らせます。バックを取ります。あっとエルボー。あっと逆に捉えた。パンチで返します。掴んだ。ヘッドを打ってまいります。アームロックの体勢。組みに行きます。あっと返します。リング内に戻ります。掴みます。膝を使ってまいります。テイクダウン。マウント取りましたよ。はい、ブロックします。マウントポジションからナックルを打ち込む。馬乗りからナックルを入れていく。させません。逆に上を取った。ダメージありますよ。はい、五臓六腑に染み渡る。あっとストマックのあたりブロックした。バックを取って、バックを取り返す。さあ、渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。小股に挟んだ。リバースで返した。引き起こす。こめかみに入りましたよ。猛髄に響いたか。腕を回した。あっと、逆に投げていった。腰に手を回した。ジャーマン。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、ガチッと組み合った。ロープに振ってミールキックがこめかみに入った。そのまま耐え固め。カウント2.9。もう気持ちだけで打ってますね。はい、エルボーを打ち込む。蹴り上げていく。10分経過。首根っこを掴んだ。強烈ヘッドバット。ラリアット。ここでサソリ固め。スコーピオンデスロック。あっとエルボー。キックものすごい。起こした。蹴りをぶち込む。ここでロープブレイク。組み合った。STO スペーストルネードが肩固め入ったか。ロープに逃れました。いけるか。逆に返した。ストンピングを叩き込む。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。あっと返した。引き起こす。蹴っていった。組み合った。あっと逆に返した。首をかっ切るのか。強烈キック攻撃。腕を取った。脇固めに持って、ここで無念の